はい、こんにちは、トラトツリーです。世間も12月中旬で年の瀬が迫ってきますね。で、例年だとこの時期は雪が降る前で渓流周辺の草とか木とかだいぶ枯れ始めてるんで、今まで行けなかった川の入景ポイントを来シーズンに向けて探しに山を歩いているところだったんですけど、ご覧の通り今年は雪が降るのがねすごい早いんで、もう入景点ポイントを探しはなかなか難しいかなと思いますね。ということで、今回は冬の寒い時期でも自宅または自宅周辺で簡単にできるようなフリップキャストのトレーニングを紹介いたします。このトレーニングはシマノの某インストラクターのお二方からインスパイアされたもので、私が初心者のほどひたすら練習していた実績のあるものです。そのトレーニング法は3種類ありまして、1つ目がフェザリングの練習法、2つ目がキャストのタイミングをつかむ練習方法、そして最後3つ目が手首の筋トレ方法になります。では早速フェザリングの練習方法から説明したいと思います。ということで、まずはフェザリングについて。フェザリングというのは、通常キャストしてルアーを飛ばした場合に空気の抵抗やラインの抵抗で成り行きで速度が落ちていきますが、これだと狙ったポイントに落とすのが非常に難しくなります。なので意図的に弾速を落とす必要があり、そのコントロール方法をフェザリングと言います。やり方としては、キャスト後に人差し指をスプールエッジに当ててラインの放出量を調整します。そして今から紹介するのは、この糸の放出量の調整の練習方法になります。場所は家のリビングでもどこでもできるお手軽なものでして、まずは通常通りロッドにラインを通して針の外した適当なルアーを取り付けます。そしてラインを指にかけてベールを返して指を離す。指を離すとルアーが床に落ちていくので、フェザリングで制動します。この時に自分の中で床ギリギリで止めるとかルールを作りながら練習するといいと思います。あと座りながらやると床までの距離が短いので結構難しいです。なんでフェザリングする距離を稼ぐためにも立った状態で練習した方がおすすめです。最初は手元を見ながら徐々に落下速度をコントロールするようにスプールエッジを抑えていきます。それでも慣れてきたらテレビでも見ながらノールックでフェザリングができれば完璧です。あと余談なのですが、皆さんは垂らしの量はどのように調整していますか？細かい点ですが、結構個人的に悩んだ点でして、最初は糸を引っ張ってたんですけど、今はベールを半分カチャカチャして手でローターを回しながら垂らし量を調整しています。こういうのは完全に人それぞれだと思うんですけど、個人的にね、このやり方の方がラインに指をかけてベールを倒すまでが滑らかにできて、現在はこのやり方で落ち着いてますね。お次はフリップキャストのタイミングをつかむ練習ですね。私がフリップの練習を始めて一番苦労したのが、このキャストのタイミングをつかむことでした。その時に偶然見かけた某インストラクターさんのキャスト動画を見て、目から鱗だったトレーニング法、というかキャストのコツになります。場所は廊下の広い家だったらできるかもしれないんですけど、私は家が狭いので近くの公園でやってます。で、基本のフリップでは上下に竿を煽ってキャストしますが、始めたばかりだと一動作でタイミングをつかむのは結構難しいんですよね。なので慣れないうちは、今動画に出していますように、何度も上下にビヨンビヨンしてタイミングをつかめた時にキャストをする。そしてキャストと同時にフェザリングをする。で、この何度もビヨンビヨンする練習はかなり効果的で、ビヨンビヨンしているうちになんとなく振り下げた時に力がたまるタイミングが分かってきます。あとですね、これもまた余談なんですけど、私がフリップを練習したきっかけが、数年前に海外入国の時にホテルに缶詰されていたんですけど、その時に暇すぎてひたすらこの練習をしていました。
この時の練習が大事だったなと割と今本気で思っていますね。あとですね、キャストのタイミングがつかめてきて、キャストの方向をコントロールできるようになりましたら、ポイントの目の前に落とすような練習も効果的ですね。私は人気のない林で擬似的に渓流の物集下とかポイントを想像しながら練習をしていました。あそこら辺もいいですよね。あのなんですかね、草の下一部分だけくぼんでるところあるんですけど、あれの物集の下とか狙うとかね。たまに人気のない森でも通行人とかいるので、そういう人にちょっと見つかった時はすごい気まずいんですけど、まあ的当てとかよりはこういう自然の場所で練習した方がかなり効果的ではあるかなと個人的には思っています。最後に紹介するのが手首の簡単な筋トレですね。フリップキャストでは前回の動画でも説明しましたように、手首の筋力および柔軟性が必要となってきます。そして今回鍛える筋肉は前腕筋です。この筋肉は様々な筋肉の集合体で、今回はここら辺、このキャスト時にガチッと硬くなるところを鍛えます。そのトレーニング法は、手をまっすぐ伸ばしてグーパーグーパーしましょう。はい、ただそれだけです。しかしやってみればわかるんですけど、すぐに腕がパンパンになるくらいに負荷をかけることができます。私は自分の中で100回1セットを目安として仕事の合間にこっそりやっていたりします。はい、めっちゃ辛くなってます。めちゃくちゃ地味なんですけど、めちゃくちゃ辛いんですよね。なんで鍛えてるってことが直に分かるぐらい腕がパンパンになってくるんで、これは結構合間時間にもできると思うのでおすすめです。いかがだったでしょうか。今回は筋量期間に簡単にできるフリップキャストのトレーニング方法を3種類紹介いたしました。どれも地味ではあるのですが、確実に効果はありますし、現に私はこの練習をして、それなりにキャスティングはできるようになりましたので、一応実績はあるつもりです。ということで今回の動画、そして年内の動画はこれにて最後になります。また来年もよろしくお願いいたします。もし今回の練習法、そしてこの筋トレをしてムキムキになろうと思った方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。では皆さん良いお年を。